尾形隆のサッカーニュースのお時間です。浦和ブリッツ秋田アウェーで4月22日土曜日に試合がありました。ヴィファーレン長崎戦でしたが、試合結果ご覧ください。こちらです。はい、2対4で負けているんですが、私あの前半ハーフタイムの時に速報を見て4対1と思って、はい、びっくりしましたね。もうその時点でもう4点も取られてたんだと思って。あのね、試合自体は、まあ、当然ブラウビッチの良さも、出して、はい、どんどんいつも通り攻撃していってます。それでもう一つは長崎のあの前線3人決定力を持つあの選手たちが、戦いを、でこの試合全体4対2なんですけども、あの1点で最初の1点が2分以内なんですよね。まあ、あんなアクシデントの中で得点された、これもう点数取られてしまうと、勝ち点3取るためには勝つためには攻撃しないといけない、はい、そうなってくると前がかり、どんどん前行かないと点数取れませんから、すると背後の方が開くわけですね。こういうところは必ず出て狙われますね。そういうところはあるわけですけれども、それで、不運にもあの2点目も向こうに入るわけですね。そういう戦いの中で、あの自分たちの良さであるリスタートもあるんですけれども、堅守速攻、よく守って速攻する、そこから1点取ってるわけですね。それが、このパターンです。このパターン、はい、上の方に書いてある、はい、相手にずっと攻撃されています。攻撃ハーフェイライン過ぎて自分のゴールに近いところ、そこからですね、ここ半分で切れていますけれども、クリアボールをカズヤ選手に行きます、はい、ちょうどハーフェイラインよりもこのぐらい下のところ10メーターぐらい離れて、これを藤山選手、心にパスを出して速攻かける、カウンターかけるわけですね。その時にカウンターかけますか、相手がずっと出てますから、ディフェンス陣は2人、ここに藤山が出ていて、青木選手、前の選手ですね、水谷選手、そして多分これ流れていくからいくと飯尾選手だと思います、ね、4対2を作って、そこから藤山がドリブルで進んでいって、そして青木選手に、ここ4対2で1、2、3、4、ディフェンス2人ですから4対2ね、藤山がドリブルで進んで青木に照らして、青木からリターンをもらって、うん、流したのに、ここから行った風山が飛び込んでいってシュート、はい、ポストに当たって入るわけですけども、ブラウブリッツが得意のリスタート、コーナーキックやフリーキックから入れた得点でなくて、相手を崩していって入れた得点です。しかも今まで実試合やって11試合目で初めてカズヤフォワードが得点したシーンですね。こういう形を作ってくれた、はい、ね、これはチームとしてはやはりやれるなっていう気持ちを持ったか。ただね、これを終わってからサッカー45分終わって、おお2対1、うん、大体予定通りいってるなっていう展開だったんですけども、その後アディショナルタイム入って46、7分で連続得点されてるわけですね。でそこにはやはり自分たち見ていて、あれどんなんだ、何がアクシデントあったのか、そう思いたぐらいです。でも相手のカウンターや相手のフリーキックから得点、こういう得点シーンもありますからね。それで前半戦終わっています。後半入ってからもうどんどん攻め込んでいきます。で後半になってから87分90分ですから終了近くのところですね。その得点もこれもリスタートやフリーキックからでなかった、うん、味方エリア自陣からロングボール、EO 選手、サイドバックの選手、ここをキープして、これは藤田選手へのパス交換をして、ここで
混戦状態になるわけですよ、はい、混戦状態になった時に EO がボールキープしてクロスボール、キーパーがパンチングをした、こぼれたボールに高田選手が飛び込んでシュート、コース入ってたんですけども、丹羽選手がコースを変えて、そしてコースを変えて、でこの得点2つとも、チーム流れの中の得点です。しかも今回2人ともフォワード、初めて11戦目にして初めてフォワード陣が取ってくれた、こういうことでチームとしてはね、負けたけれどもまたここから自分たちの良さを出して得点できてきた、そこを自分たちの良さとしてこの後の戦いに臨んでほしいなと思います。サッカーでは先ほど話したように1分あれば得点入ることもあるんで、そして長い試合の中で、長い試合の中でこういうことも出てきます。ですからこれにめげずですね、ただ4点失点したことは必ず原因ありますから、それをどう捉えるかです、ね、どう捉えて次に向かうか、ね、そうやってほしい。上位で今旋風を起こしてますから、そのまま行ってほしいなと思います、ね、中村さんどうでしょうか4点失点はびっくりしましたよね、でもね、それな、で最後に1点入れたっていうのは相手はもういいのよ、入れられてもいいなと思って守るな、しかし太田さん偉いわこれね、分かった、結婚式は俺が出て葬式は太田さんにな、どういうことですか、どういうこと、いやもうね、嬉しいことは俺でいい、はい、葬式はね、俺やっぱ苦手よな、それは尾形さんもそれを何とかをまとめて、あまた負けたのをうまくまとめるのはそうです、ね、な、素晴らしいな、ね、いやいやもうね、いいとこね、尾形さん偉い俺どうやって弁解するかと思って、弁解だからな、こんなの別に尾形さん弁解しないといけない立場ではないんですけどいや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 、してください、最高だよな、何度中村さん今話してるでしょ、昨日までこれ勝ったら、はい、勝っていたらね、あのバスケットの方負けてますから、はいはいはい、あゆっくりしちゃった、そうそうです、ね、もう両方負けた負けてたからね、今週は負けたらやばいと思う、本当やばいと思うなあ、もう秋田あんまりな喋るとねえのになと思っていやバスケの方ね、いや本当でもありえないの、あの、全くやっぱ違うの、バスケサッカーはな、でもな、あったさっき宇都宮にの、だって16点リードするのをひっくり返されたことはあるってことだな、これな、ね、あれは厳しかったと思いますけどね、でも坂でこの前新潟が2-0で伊藤が、負けてたんですよ、前半2-0ですよ、そして残り1分ぐらいの時、ね、90分使いでフリーキックで 25m 弾入れた、そしてアディショナルタイムになってから2点連続3人でひっくり返した、しかも伊藤選手というまだ若い選手ですけどね、はい、岡山出身だったと思いますね、それがハットトリックです、全部その人なんですか、しかも 20m っていうのはここ16.5 ですよ、この辺からですよ、そういうことが始まる、すり替えたなすり替えられましたね、すり替えたな中村さんと2人やってるところなのか、クラブリッツの話戻しますよ順位振り返りましょう、現在の順位こちらです、はい、8位までね、ちょっと落ちちゃいましたね、これ何のもんでもないな、はい、なちょうどもう6位も4位ももうまだ4分の1ですから、単語状態ではありますけど、でもこれ落ちたらやべえ、次落ちたらだんだんやばくなってくぞ、次負けたらちょっとこれでとどまっておこう、ガクッと下がりそうな17位ぐらいまでほとんど単語状態ですから、
なんか言い訳してたもん、今から。で今週4月29日土曜日にホームでファジアーノ岡山ですね、はい、うん、ホームですね、はいはい、うん、まあもう勝ってほしいためには応援するのみ、うん、我々は応援するのみですから、ね、応援と言い訳ね、はい、今日ツッコミすごいな、すごいですね。ちょっと勝たないとやっぱ尾形さんがいじめられちゃうんで、その通り。ブラウリッツ秋田、なんとか勝ってください、今週末ね、うん、はい、ということでみんなで応援していきましょう。よろしくお願いします。ナイスだナイスだ、はい、以上、うん、尾形隆のサッカーニュースのお時間でした。